言ったんだけど、今日そうもらっちゃったからこれにします。ゆなやなやばいと聞いていますが、自分ではどう思ってる？全然やばくないですよね。だって清楚系だってみんな思ってるし、そういう清楚系アイドルなので、ちょっとやめてください。そうやばい人とか、やばい人扱いされるのかわいそう。今日はホットドッグ作りました。すごい。パンからですか？あ、それはないかな。すごい、美味しそう。食べたいですね。イケアのホットドッグが好きなんですよ。イケアの。知ってますか？めっちゃなんか美味しくて、自分でなんかソースとかをかけれるんですけど、またごめんなさい。こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。すいませんね。今日はこれからおたともとうちわを作ろう。いいな。うちわ、ゆうなの作ってくれるんですかね。期待。ちょっと圧をかけとこう。あと今日はね、明日の6時までこれを売ってあるので、博多誕生会のです。ぜひチェックしてみてくださいね。すっごい可愛くしてもらって、自分でデザインしたんですけど、なんかお子ちゃますぎてちょっと裏は見せたくないです、あんまり。やだ、ほんと恥ずかしい。なんか先輩たちとかもザーちゃんとかリナの方がなんか大人っぽくて、めっちゃさ、なんか恥ずかしくてこうやってすって、ほんと恥ずかしかったんです、あれ。こんばんは。いや、メールで書こうと思ったんですけど、こっちの方がいいかなと思って。こんばんは。お子ちゃま時代にデザインした、そう、記念に撮っておいてください。来年からは多分めっちゃおしゃれになってるのと思うんで、15歳になりますからね、来年は。本当に、でもこれ本当に自分でデザインしたんですよ。ちょっと野球のも入れちゃったりして。横で友達が買っちゃえよって言ってた。あ、もうおたともがいるんですね、友達に。こんにちは。ゆなやな、こんばんは。こんばんは。もぐもぐ配信って言ってもあと5分後ですね。早く食べた、お腹すいた。そう、なんか頭が幼稚すぎてびっくりした。でなんでこんなデザインにしたんだろうみたいな、恥ずかしくって。リハの時に先輩たちもこうやってこんな感じでみたいな、こんな感じでみたいな、一回通したんですよ。したらなんか自分だけ恥ずかしくって、なんかリナもおしゃれだしどうしようと思ってびっくりした。なんか自分の恥ずかしすぎて。何食べるの？なんかベーコンなんちゃらみたいなやつです。ベーコンなんちゃらパンみたいな。そんなことない。俺、あれ棒読み、めっちゃ棒読みなんですけど、絶対思っとるやん。だから、まあ、記念に撮っておいてくださいっていう、まあ、チェックはしてほしいな。なんちゃら、いや分からんのよ、正式名称が分かんないから。今日体重測定があったんですよ。だから頑張って今日の朝もお水だけしか飲んでなくて、そしたらちょっと痩せれました。この前測ったより 0.5 キロ。だから今日もぐもぐできるの、ちゃんと。まあ、昨日もちゃんともぐもぐしたんですけどね。だってさ、あれだよね、成長期の時にさ、あんまりダイエットとか無理なダイエットとかしてたらなんか良くないって奈々ちゃんが言ってたから、奈々ちゃんに従います。遅れました、サーセン。いや、まだ5分くらいしか経ってないでしょ。偉すぎるね、本当に嬉しいです。体重リンゴ3個言うな、そうリンゴ、あ、でもリンゴ3個じゃないかも、2個くらいしかないかもですね、多分。はい、ベーコンレッドバーガー、あ、違います、これです。なんだろう、これの正式名称誰か教えてください。ここにベーコンが入ってるんですよ。ベーコンなんちゃらみたいな。
ね。早く食べたら美味しそう。にゃん。今日はみなと藤子が今やってるのかな、やってると思います。見てくださいね、ぜひ。可愛いから。昨日みなと藤子博多誕生会可愛かったですね、本当に。あれさ、 MC さ、すっごいなんかしたいなと思った。みんなが博多誕生会の時楽しそうじゃないですか。席順であれなんかあの ABCD とかあったじゃないですか、 ABCDF、 あれで席順って決まるらしいですよ。川島何、そう、よかよかね、あのさ、リナの変顔さ、あれ、ユーノだけしか見てなかったらしい。ユーノ以外を見せてると思ってて、昨日の配信さ、3分前ユーノのやつ終わってからすぐ見たったよね。でそれから、したら変顔、ユーノにしか見せたことないんで、カメラマンさんのことユーノと思ってやってとか、誰かが言ってて、ミナかな面白かった。かわいいよね、こうやって、ウエーって3連覇と同じのしてて、かわいい。赤誕生会じゃなくて、これか、間違えた。すいません、すいません。ちょっと今、赤誕生会の話をしてしまいまして。昨日観覧してきて、いいな。ユナイナの時も観覧し、一覧、あ、観覧観覧しに来てくださいね。いや、早く、めっちゃ楽しみになって、MVP すごいですね。ナナちゃんが頑張ったでしょう。で、みんなが MVP で。え、多分さ、みんなギャップにやられたでしょ。あの、リナの。恥ずかしいとか言ってガチガチの変顔するところ、ああいうところがリナのいいところなんですよ。もうリナ可愛いですよ、本当に。リナの沼にはまったら多分抜け出せない。あおちゃんさん、カラフルのだるまと流星群ありがとうございます。小倉の前田まーさんさん、可愛い、ありがとうございます。ゆなゆな MVP 取れそう、取れなかったらもうリアルに泣くかもですねでも過去形になって。でも昨日のさ、カリネンとかも藤子とかもなんかリナもギャップだし、もうなんかリンリンリンクもさ、恥なんてエピソード、恥ずかしいエピソードみたいな、なんかみんなななかちゃんをさ、スクワットしながら、あれ画面録画してななかちゃんに送りつけてやりました。だからさ、そう、みんな面白くて、誰が MVP 取るかわからないくらい、もうみんな本当に面白くて、すごい楽しかったゴリラのものって難しいですよね。ゴリラとかニワトリが一番難しいと思っただから藤子のも画面録画したんですよ藤子があんなすることないですからね、変顔 NG なんで、あの方夜 5,6 人で撮ろうとして変顔して、そしたら一人だけ裏切ってますもん、藤子が堂々とね。それが藤子の魅力です、面白い。全力ゴリラできそう。でもなんか変わるのかな、釣りやるとき、ユナがやるとき変わってそう。あのお題がワニになろうみたいな、ゴリラじゃなくてワニとかになるかもしれないし、次はユナやな顔芸よろしく。嫌ですよ、嫌ですよ。あ、7時になったよ。じゃあ食べさせていただきますね。ちょっと、本当にお腹空いてて。すいません。あー、お前か。美味しそうですよね。皆さんも食べましょう、一緒に。もう通勤帰りの人とかはすいません。食べてるとこ見てお腹を空かせてください。すいませんね。ほら、見てハートみたい。ブチってちぎったから。こんばんは。今日飲み物も、昨日まで頑張って水だったんですけど、今日は、あの、なんだっけ、あれなんだっけ、ちょっと待って、忘れた。あ、ザクロのミチョのザクロです。あの、先生あの、ユーナ顎が外れてるのか分かんないんですけど、各関節症で、あの、顎がこっちなんか痛いんですよ。すいませんね、なんかガクッとかあーとかすっごい言ってるんですけど、気にしないでください。でもなんか成長期の何割かなるらしいですよ。そう、顎関節症、ずっと顎関節症だと思ってたら顎だった。
ぎじゃないですよ。なんだろうな、噛み合わせが悪いって言われました。めっちゃ硬いこれ。豆腐でも食べとけ、最悪最悪。え、でも硬い、フランスパン並みに。関節症は全身関節痛やん。あ、そうなん？なんかずっと各関節症って言って伝わらなくて、バク関節症みたいな。歯が折れそう、本当に折れそう。破けてる。あ、確かに破けてるかも。え、最悪。え、待って、これね、ごめんごめん、破けてるデザインなわけよ。破けてるんじゃないのよ、あの開いてるデザインなのよ。超硬い、超硬い、フランスパンの、うん、サラが来た。待って、ちょっと待ってくださいね。サロ、サラ、あのサラ、ユナの声がすると来ちゃうんですよ。あ、待って、暴走しました。餌もらいに来たんだよ。やだやだ、あ、待って、食べられるかもしれない。サラで、あのサラは抱っこが苦手なので嫌われるかもしれないですね、もし抱っこしたら。前から紹介してください。追い出したのっていうか、あの結構サラってコードとか破っちゃうんで、あ、噛みちぎっちゃうんですよ。人とかは噛まないのに、なんか紐とか噛んじゃうから、だから今こう紐つけてるから、あんまり、そう、見せておいで、キャラ、ほら、あいやからにゃん。でも色が黒だと思いますよね。黒と白が混ざってるんですよ。ありがとうね、さ。あ、待って、食べちゃダメだよ。かわいい、かわいいでしょ。何歳？ 1 歳半？あ、待って。ダメダメダメ。紐はダメだよ。そう、かじる力強いね。めっちゃクンクンしてる。かわいい、かわいいやろ。ユナナの 2.5 倍かわいい。え、それ言っていいんですか、本人いますけど。ユナナ、あれ、ちょっと、え、ひどい、ひどすぎ、泣きそう。サラちゃんのお話からいつですか。いつだろう、いつする。サラ、ちょっとサラと今度あの話してきますね。今度決めてます。うん、5日連続配信だ。うそ。俺は川島さんでいいや、いいやって何、いいやって。別に川島でもいいやみたいな。肩破れた。え、今日は肩、鎖骨隠したのに。今日鎖骨出てるのに肩か。もう何着ればいいかな。ね、ファッションですね、これは。皆さん、ちょっと ボケがひにひに。あ、食べちゃダメ。ね、2日連続おめでとう、ありがとうございます。かわいいんです。博多の明太フランスパン、あ、フランス食べたくなってきた。
美味しいですよね。明太子めっちゃ大好きで、フランスパンめっちゃ食べますよ。顎関節症だけど。じゅんちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。ポテトさん、かわいい、ありがとうございます。マーボーミューさん、流星群、ありがとうございます。正しく、久保田さん、リンボスター、ありがとうございます。ケチャップ社長さん、バラ、ありがとうございます。マーボーミューさん、結婚してとハート、ありがとうございます。あご弱いのに、そうだけど鍛えられるじゃないですか。だからもっとなんか最近悪化してるみたいな。もうまあまあ、ここ1ヶ月は食べてないですよ、明太フランスパン。うちの材料買い出しに行ってきます。いってらっしゃい。アップ来た。どういうこと。ゆなの鎖骨が見れると聞いてた、来たのですか。あ、すいません、昨日来てなかったのかな。すいません、ね、今日はちょっと肩が破れてるらしくて、なんかみんなに破れてるって言われてます、抜け方が。悲しい。こんばんは。すごい、20分で827人も、ありがとうございます。ユナイナのボードを作りたくなってきた気がする。もう実行して実行しちゃって。猫ちゃんは1匹だけ、2匹います。白のラテっていう、今ちょっと登場したのがサラで、メスですね。黒イコールさ、オスっていう感じもあるじゃないですか。だから違いますよ。こんばんは。皆さん今日何食べてるんですか、夜ご飯。この後パンは、まあ、軽食みたいな感じで、ビビンバ、石焼きビビンバ食べます。ママが作ってくれました。カレー、え、美味しそう。カレーも結構食べてないかも、最近。食べたいな。あずきバー食べてる。でもなんかあずきバーって硬いんですよね。なんか、え、嘘。待って、オンライン楽しみだね。そう、あさってなんですよ、もう。今日が18日で、しあさって、あさってだ。肉、うわ、肉いいな。魚、あ、魚美味しそう。ブラックモンブランしかった。あれ、一人だけおやつ食べとるって。もつ煮込み美味しそう、美味しそう。こんばんは。レバレバ女王と鎖骨女王が見れるのはこのルームでしたか。あれ、ごめんなさい、どっちも見れないですね。はい、鎖骨はもう今日ないです。今日見行き方しかないですね、すいません。食べてるユナイナの清掃、え、食べてるユナイナは、わの意味がちょっとわかんないですけど、まあ、いつも清掃なんで、清掃系アイドルなんでお願いします。でもすぐ食べ終わっちゃう。そう、逆に今日のユナの美人、マジでいつも美人ですね。いつも美人ですよね。博多のクロワッサン食べます。おとといの昨日くらい食べました。しあさっての逆バージョンみたいな。3日前くらい博多のクロワッサン食べに行きました。博多駅のですよね。違ったらめっちゃ恥ずかしいんですけど、博多駅ですよね。あれ、
のさつまいもとかプレーンとかチョコあるじゃないですか。もう言うなチョコ一択です。博多駅にあるね、それそれそれ、なんだっけ、モダミみたいな M から始まるやつだった。あ、そうだ、ミニオンだ。さつまいもチョコとプレーン、さつまいも食べて美味しくって、美味しかった。前ねパパが買ってきてくれました、チョコ3つと、あ、ミニオン、ミニオンじゃない、ミニオンか。あのあそこのが大好きで、でも博多駅好きです、本当に。このクロワッサン美味しいよね、本当に美味しい、めっちゃ美味しい。最近ハマってて、なんか6期生みんなに布教したいです。でも結構あそこ人気だから6期生も知ってると思うんですけど、大きいクロワッサンが三日月、いつも行列できてるのがミニオン。あ、そうだ、めっちゃ並びました、ミニオン。じゃあミニオンだ。渋井ちゃんが怒ってます。何が怒ってるんですか。起きてないってこと。え、どういうこと、どういうこと。渋井ちゃんが怒ってますけど、え、どういうこと。怒ってるってこっちの方、なんか怒るの感じが起きるの方だったんですけど、まあ、どういうこと。怒ってます。どういうことだ。みなが怒ってる。メッセージ読んでないから。え、みなコメントしてくれたんですか。あ、LINE？待って、あのいつ送ってくれたんだろう。え、嘘、既読つけてるかな。え、待って、絶対、え、嘘、ちょっと待ってくださいね。よくスルーしてました、すいません、みんな謝っといてください。あの配信の時、あの通知が上にバーってくるって言ったじゃないですか。だから全部オフったんですよ、一昨日から。だから、え、多分来てるの気づかなくて、ごめん、めっちゃ怒ってる、そんなに怒ってる。え、やばいやばいやばい、不仲説出るってば。でもあの中二組結構既読するめっちゃしますね。藤子も言うのもみんなも全員するんですよ。どうし、あの10、あれ中二、中二歳、10、あれなんだっけ、14、え、中2組同士、やばい、え、大丈夫かな、怒ってる、大丈夫かな、どうしよう、待って、謝った方がいいよね。え、どうしよう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 。え、トマトって来てた。アンパンマンの映画って今合ってるんですか。アンパンマンの映画行こうって誘われてた。
マンの映画今合ってるんだ、えミニオンしか知らなかった。だからこの前ミニオン一緒に見に行こうってみんなと言ったんですけど、日程が決まらないですね。どうしよう、めっちゃみんな怒ってるって、めっちゃコメント来る、どうしようどうしよう、やばい、怒ってますか。どうしようどうしようどうしよう、え、どうしよう、大丈夫だよ、あ、よかった、え、でもどうしようどうしよう、気づかなかった、本当にごめん。いつ送ってくれたんだろう、さっきかな、配信始まる前、どうしようどうしよう、え、今7時20分でしょうね、じゃあ1時間前とかかな、やばい、結構既読してない、未読してる、めっちゃめっちゃ未読スルーしてるじゃん、ゆうな、怒ってなかった、よかった、本当に本当に申し訳ない、どうしよう、どうしようなって、どうしようどうしよう、笑いながら怒って、それは怒ってるんですよそれは怒ってるんですよ、どうしよう、めっちゃ申し訳ない、申し訳ない、どうしようどうしよう、なんて謝ればいいか、めっちゃ怒ってるよね、配信で言うくらいってことは、今まで結構遅かった時もあるんですよ、言うのが、配信で言うってことは結構怒ってるかもしれない、昨日の会話でも言ってたの、嘘言ってなかったよね、お題のこと、お題のことか、弟にですよね、びっくりした、昨日のおかやか見てたのに怒られてるシーンあったっけと思って、大丈夫かな、本当に申し訳ない、何分前って言ってました、今日生写真があって、多分午前中に送られたやつは全く見てないです、スマホをずっと楽屋に置いてて見てない、ごめん、どうしよう、みんな怒ってるかな、めっちゃ怒ってるって LINE じゃないコメント来るんですけど、どうしよう、今連絡できないんですよね、 LINE やったら画面が固まっちゃって、ショールームのだから LINE 開かないように通知を振っちゃってて、だから今日リサキちゃん のメールにも気づいてなくて、今日本当にすっごい申し訳なくて何て言おう、怒ってるかな、めっちゃ申し訳ない、本当に。じゃあ
配信終わったら連絡しますね。ごめん、本当にみんなにごめんねって言っといてください。今配信やってるかな、みんな。6時半から始めてましたよね。7時半くらいに終わるかな。やっぱり画面固まっちゃった。次は。いやな、どうしようどうしようどうしよう。ちょっと待って。やだ、背景の画面固まっちゃった、どうしよう。Wi-Fi も Wi-Fi 回せってるんですけど。え、コメントがちょっと今見れない。皆さんとか動いてますか？コメントとか。コメント動いてるか。あ、待って、動いた動いた動いた、動いてる。あ、よかったよかったよかった。ゆのも動いた今。すいません、本当にみんなファンの皆さんごめんなさい。動いてる。あ、動いてる動いてる動いてる。ちょっと固まってるんですよ、こっちのWi-Fi とちょっと離れてる部屋で、ここが今配信してる部屋が、声が先に来る。あ、絶対。どうしよう、 Wi-Fi が遠いんですよね。声はずれてるけど、絶対おかしいやんそれ。なんでだろう、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、 Wi-Fi 決まって、待って待って待ってね。なんかできるかな、できない。 Wi-Fi 頑張って、本当に Wi-Fi 頑張って。固まってるかな、まだちょっと背景が固まってるんですけど、まだえ、なんだっけ、腹話術みたいな感じになってるってこと。腹話術だよね。あ、腹話術腹話術してるみたいってなってる。声が先に来て、あと、面白い。今日はね、6時50分からちょっと一人で喋ってきますね。コメントは今固まっちゃって、今日は6時50分からした理由が、この前8時でバンされちゃって、8時時間制限とっくに忘れてたんですよ。とっくじゃない、なんだっけ、時間制限だね。時間制限を忘れてて、そう、モバメはモバメのやつとショールームの時間制限が違うんですよ。だからごっちゃごちゃになっちゃってた、頭が。だから普通にちょっと1時間くらいやってもいいかなみたいな思って、1時間以上越しちゃダメみたいなルールがないからいいかなって思ってたんですよ。そしたらもし8時でワンされちゃってたみたいで、本当にこれは笑い事じゃないんですけど、なんだっけ、8位まで7位、8位までしかやってなくて、本当に申し訳ないです。本当に1位の方に、1位、2歳の方呼んでなくて本当にごめんなさい。だから今日は1時間やるって決めてたら絶対8時にはバンされないじゃないですか。だからいいかと思って、そう、見た目よくないもんね。いや普通に忘れてたの8時ってこと。え、なんでだろう、時間制限ないって勝手に思い込んでいっちゃっててなんだろうね、8時超えたらもう急にバンされた。あ、そう、前回じゃなかった、少し前。え、待って、コメント見てるじゃん、びっくりした急に動いてた、普通に読んでた。あ、そうそうそうとか言って、いりこ食え、いりこ、急にいりこですか、どういう。え、まだ一国堂になってますか、まだ腹話術ですか。10時までできそう、本当に10時までしたいんですよ。誕生日とかもなんかほら11時50分、あ、11時半くらいから配信して、誕生日を配信でお祝いみたいなやってみたいじゃないですか、憧れなんですよ。ですけど、だけど8時までしかできないから、ちょっといつか夢ですね。え、何歳だったらいいんだろう、
声が早い。まだ一刻どうか。声が遅れて聞こえてくる。あれ？声の方が遅れてたのか。ああ。え、画像が遅れてくる。どっち？え、みんないろいろすいません。Wi-Fi が遠くてちょっと今またコメントが固まっちゃって。どうしようどうしよう。さっきまで動いたのに Wi-Fi がおかしいですね。じゃあ30分になったら切ろうかな。どうだろう。Wi-Fi 戻ったらいいんだけどな。一国堂の真似は特技ですか。そうなんです。だから今ちょっとショールームで実はドッキリみたいな感じでやってみたんですけど、どうですかね。騙されました。このまま今日戻るんだよ。なんか誰かが更新ボタンあるみたいに言ってた気がする。この前固まった時に更新ボタンがどこにあるか分かんなくて。え、どこですか。右上の点々点、右上の点々点がないんですよ。多分見てる側はある。でこっちがないのかもしれない。配信してる側はないんですよ。そう、更新ボタンは配信見てる人だけだから。だから何それと思って探したんですけどなくて。なんで？あ、待って、連携っていうのあったけど、連携ってどういうことだ。どうだろう、動いてるかな。動いてるっちゃ動いてるんですよね多分。じゃあ一瞬消してもう一回すぐつけますね。そしたらいけるかもしれないです。すいません、一回一瞬消しますね。ごめんなさい。順位とか消されないかな。大丈夫かな。一回順位呼んだ方がいいかな。どうしよう。あと20分くらいはしたいのにな。大丈夫かな。一応じゃあ読んどきますね。13位から。どうだろう。でも一瞬ならレアちゃんの見てて大丈夫だった気がする。レアちゃんのだっけな、誰かの配信見て一瞬だったら大丈夫だった気がする。ちょっと待って、順位変えときますね。あれだったらどうしよう。本当にまたバンされた時と同じようなことになってしまう。あお、ごめんなさい、入れちゃった。1時間かかっちゃうかもしれない。あ、順位のところスクショ、あ、でもスクショできるかな。画面固まっちゃうかも。またかちゃ、あららら、縦になってしまった。次はできた、できた。いや、すいません、聞きますね。ごめんなさい、ちょっとコメントが戻りつつあるけど。服はすいません、一周消しますね。あー、縦になっちゃった。ごめんなさいね。バイバイ。よかったです、よかったよかった。ちょっと待って、今メモっときます。あれ、ペンがなくなっちゃった。どこ行った。ペンどこ行った。いや、これで、ね、あ、待って、ジム戻ってきた。よかった。焦った焦った。どうですか、腹話術治りました。治ったかな。ランキング変わってない。よかったよかったよかった。始めた瞬間がランキングはありませんになっててめちゃくちゃ焦った。よかった。 B さん聞いてました。今切れた瞬間だけに。すごすぎ。治った、よかった。よかったよかった。スクショ撮った時カシャッと音始めて聞いた。え、カシャって聞こえるんだ、そっちにも。大丈夫みたい。よかった。まあ、ドッキリだったんですけどね、実は。腹話術使えるよっていう、みんなを焦らせただけなんで、実は、まあ、別にあれなんですけどね。あれ、声が普通に聞こえる。あ、これが正常なんですよね。ごめんなさい、ね、なんか、あれあれあれ、腹話術が普通みたいな、なんか言い方になってるんですけど。そう、腹話術ドッキリ配信でした、実は。あ、そういうことに、そういうことにしといてください。腹話術だったっていう。鎖骨は戻ってないけど。あ、ごめんなさいね、ちょっと。
お、すいません、すいません、この前の服着た後の鎖骨がこんにちはするんで、お腹すいた、早くビビンバ食べたいな。皆さんカレーとか食べていいですね。そう、ユナイナマジックなんで博多の城下でも披露したの見ました。すごかったでしょあれ。腹話術すごいでしょ。肩のとか破れてるで、もうそれ 何回コメント来た。まあもう破れてるんですね。マリアちゃん、黒タコありがとうございます。ユマさん、可愛いありがとうございます。クロちゃんさん、なんだこれ、流星群だっけ、流星群ありがとうございます。閉じたの見えないのかも。あのマジック本当にすごかった、すっごかったでしょ。頑張って練習したんですよ。お母さんに教えてもらって頑張って練習したんですよ。そうだから褒めてくださいね。うまくえ、でもバレなかったですよね。種たけたけさん、デジタルクマありがとうございます。え、かわいい、デジタルクマありがとうございます。あ、待って、すっごいギフトくださって。たけやさん、黒ハートありがとうございます。ランニングマンさんとたけやさん、流星群ありがとうございます。わ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。普通にすごかった、よかった。本当にバレないか心配してて、あの前日の、あ、前日じゃん、当日だっけ、当日のあのショールームでもすっごい言葉もカミカミで、なんか全然ハッハッみたいな、すっごいコメント噛んでて、もう自分でも面白かったですね。もう失敗するか本当に不安で、リアルに不安でした。メンタリストというのはすごいでしょ。アーカイブで見返した種分かってる。あ、でもそれは分かるかもしれない。あのコインのやつは分かるかもしれないですね。コインのやつは多分自分でも、あ、失敗したって思って、コインのやつはちょっと失敗したんですよ。多分リハーサルでやった時、スタッフさん一人にバレたんです。だから、あ、やばいって思って、だから多分何人かバレると思いますね。転職を勧めする。プロの道に、マジックのプロの道に行く。こんばんは。もぐもぐ配信とかさ、テロップに書いておきながら、はい、あのもぐもぐしてたの何分だ？何分だってくらい。あ、森塩さん、結婚してありがとうございます。大さん、黒だるまありがとうございます。転職しないで。魔術だから種バレるとかないでしょ。そう、魔術だから魔法使ってるだけなんで、種バレるとかないですね、本当に。魔法使ってるだけなんで、まあでもバレてる人にはバレてるんで、もうちょっと種はコメントに言わないでください。言いませんよ、言うのは。でもあれは普通に、あのあれですよ、なんか誰が誰刺すからこの場所を覚えるとかじゃなくて、普通に魔法ですね。熊本のバーで同じことされてびっくりした。すごい、やってる人がいたんだ熊本にも。いや、まずママに教えたのがおじいちゃんで、ママのお父さんで、ゆうなからしたらおじいちゃんで、おじいちゃんが鹿児島出身、あ、待って、関係ないです、熊本だと思ってた。言いながら、あ、鹿児島だって思った。魔法使いの弟子ゆうなな、誰の弟子や、魔法使いは誰やねん。どやるゆうなな、かわいい。どやる、どやっとこう。でもね、でも5割くらいはバレてるんです。だからそう、あそこコメント消してもらっても意味なかったんですけど、おさん可愛くて、コメント消しとくとか言って、可愛い。鹿児島なの、おお、鹿児島いいですよね、自然いっぱいで大好きなんです。
そう、川島家秘伝っていうもの、秘伝の魔法なのね。そう秘伝なんです。自称美少女天才魔術あ、美少女までつけてくれたの、めっちゃ褒めてくれるじゃん。もうマジック結構ネタがあって、おじいちゃんとかめっちゃ知ってるでしょ、死ぬほど。え、なんでみたいな、どこから出てきたそれみたいな、そのマジックの案がなんでそんな知ってるんだってくらい異常に知ってます。本当に何十個も、本当にコインのマジック失敗しちゃって、ちょっとバレたなって思いましたもんこうやって隠してる時に、入れてる時にあって思ったはい、失敗しちゃったって、すごい失敗してだから DMM とかだ、あれなんだっけ、赤誕生会の配信だったらカメラの距離的にはバレてないかもだけど、先輩とかには多分バレててすごい巣が好きなんですけど、巣好きな人いますか？ミチョなんですよ、ザクロの巣で。酸っぱいのとかも好きだし、辛いのも甘いのも好きだから、ユナって何とって思って。ニシプーさん、流星群ありがとうございます。クロハートもありがとうございます。だからもしかしたらザワチのあれもちょっとできそうかもしれないです。あ、でもザワチほど辛いのは得意じゃないからできないかもだけど、顔真顔にいける、多分。酸っぱいのでも、酸っぱいのはいけると思う。でもザワチはなんか特技がありすぎてすごいよね、何でもできるって感じ。ハイスペック系アイドル食べれれば何でも好きなやつ。そう、レバレバ以外ね。もうレバレバって自分でも言ってもうた、もういいや。うん、ダイさん、黒ハートありがとうございます。ブルーベリー味の黒酢はよ、あ、待って、読めなかった。黒酢はよく飲みます。え、今5秒間が大きくなっててスクショする、やめて。待って、また Wi-Fi 悪くなった。もしかして、なんか1時間以上やるとなんか Wi-Fi どんどん悪くなってくるんですよ。なんでだろう。横勝手にさ、触ってないのにさ、この前なんて両手こうやって水飲んでたのに勝手に傾いたじゃん。すっごいね、なんかどういう仕組みみたいな1時間以上になったらどんどん Wi-Fi 悪くなって。レバレバね、ちょっともうレバレバいじりとかさ、やめてくださいとか言えないですよね。もうちょっと今自分でレバレバって言っちゃって自分で言っちゃった。こんばんは。なんか鼻にサラの毛が入ったかも。ずっと痒いんだけど鼻Wi-Fi も疲れてきた。そっか、大体本当に1時間以上やってくると固まってくるんですよね。誰かが遠隔操作してるのかな。あ、そうかも。誰だ、サラかもしれない時間制限付き。そうだから50分くらいだったら多分 Wi-Fi が綺麗なままで終われるんですけどね、柔らかいままで1時間。ほら、ちょっとユナもどんどん固まってきた。やばいやな会社マジック、いや Wi-Fi マジックなんよ。なんで本当に1時間以上経ってからなるよね。今度レバレバ克服配信しよう。あ、ごめんね、あの本当に匂いだけで終わってなるくらいだから、リアルにダメなんよ。本当にここに近づけただけで多分あのキラ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 って言っちゃってバンされちゃう。多分レバレバ食べますって言った瞬間バンされそう。あ、この人多分キラキラするからアウトやってなりそう。本当にそんくらい無理なの。多分あの波の嫌いとは格じゃないですね、格にならない。みんなは虫食べたいですかみたいな、虫食べれないですよね。本当にどうしても拒絶反応出ますよね。それと一緒です。あ、ちなみにあのこれえぐっちゃんに拡散して伝えてください、ハッシュタグえぐちここはで。今日セミのあのやつ誕生日にもらったって言ってたじゃないですか。あ、待って、固まっちゃった。配信大丈夫かな。セミのやつもらったって言ってたんですけど、今日食べました。5匹くらい入ってて、すごい虫って高いのにありがとうってエグいちゃんに。虫ユナイナ食べたって言って、味ついてて美味しかったです、すっごく。エグいちゃんありがとう。後で、あ、
後で動画撮ってオークロ食べてるので、そう、さすがにちょっと無理でしょ。だからそれと一緒なんですよ。レバレはリアルに本当に嫌で、あのイッテ Q の妹さんとかもヘビがすっごい嫌いじゃないですか。ヘビ食べれないように、ユナもレバレバが食べれないんです。ユナイナもレバレバが食べれなくって、なんかそれと一緒なんですよ本当に。コオロギじゃないですよ。でもコオロギの8倍は、あ、20倍くらい大きくて、コオロギは本当にちっちゃかったから、思ったより。コオロギってこんくらいかと思ったらこんくらいで、ちっちゃくて、だからセミって大きいじゃないですか。もう超ちっちゃいセミとかいないわけだから、覚悟してたら大きくてそう、だからユナイナもレバレバ食べれないんです。みんながムシムシ食べれないように、ユナイナがレバレバ食べれないです。ユナイナもレバレバ食べれないんだ。え、シャオータも食べれないんですか。まさかお仲間だったりして。でもきっぱり分かれるくないですか、レバって。嫌いか好き、好き嫌いがきっぱり。だからこの前さ、レバレバ最初に2回目の配信でレバレバ好きじゃないですって言って、え、美味しいのにとか言ったり、え、うちもって言ってくれるし7時45分です、ありがとうございます。じゃあもうそろそろ断食日しますね。よかった、これ本当に治って。じゃあ13位から読ませていただきます。13位、柔道アットマーク。え、ちょっと待って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 、あの鎖骨軍団とか作った覚えないんですけど、まあいいや、ちょっとごめんなさい、ちょっと錯覚かもしれない。13位柔道アットマーク鎖骨軍団、うん、錯覚じゃなかったわ。さあ、ありがとうございます12位トモモアットマーク稲田軍団さん、ありがとうございます。11位ニシプーさん、ありがとうございます。10、あ、待って、間違えた、間違えた、間違えた。10位タケアンアットマークヤキンさん、ありがとうございます。9位マリアトラアットマークイナイナ軍団さん、ありがとうございます。8位クロちゃんアットマーク黒田さん、ありがとうございます。7位マトン野球のボールイナイナ軍団さん、ありがとうございます。6位タキヤスアットマークイナイナ軍団さん、ありがとうございます。5位ダイさん、ありがとうございます。4位ユーマアットマーク稲田軍団さん、ありがとうございます。3位銅メダル、え、初めて見た。エータローアットマークピーチル保護者の後から見えない、ごめんなさい。エータローさんで、エータローさん、ありがとうございます。銅メダル3位ですね。2位タケタケさんアットマーク稲田軍団さん、ありがとうございます。あ、銀メダル、タケタケさん久しぶりだ。1位りょうすけさん金メダル、ありがとうございます。初めてですよね、ありがとうございます。ありがとう、たけたけさん、ありがとうございます。保護者の会さん、ああ長いと点々点になって読めなくなっちゃう、すいません、ごめんなさい。柔道さん、ちょっと全体ねえ、鎖骨軍団とか誰が作ったんですか本当に誰も入らないでしょうね。あれ、え、マリアちゃんどうした。私も鎖骨軍団入っていいですか。だそうです。どうしますか、どうしますか、柔道さん、え、入れない方がいいですよ。ちょっとあの稲田軍団が減るので、待ってください、お願いします。なんか全員鎖骨軍団に来そうで怖いですけど、鎖骨軍団楽しそう。ほらほらほら、来て来て来て、もう、うわ、鎖骨軍団読まなければよかった、柔道さんだけで終わってればよかった。みんな解明しそう、最悪最悪最悪、めっちゃ最悪。ユナイの鎖骨を押し、ユナイの押して、鎖骨をさらにユナイの押して、鎖骨軍団しかもう泣きそう、もう泣きそう、泣く泣く泣いちゃうよねえ、ほら笑ってる人めっちゃいるんですけどねえ、本当にひどいありがとうございます。今日はバーされずに終わった、順位も呼び上げたし、ありがとうございます。本当にこの前はすいません、本当にごめんなさい。2000人突破してる、なんて気づかなかった、ありがとうございます、ありがとうございます。オフィシャル軍団はいないですか。あ、お一人ですね、シプーさんお一人ですね、すいません。
ユナイの鎖骨肩出し軍団、なんか長くなってきてる、どんどん。ユナイの軍団の方がさ、ひらがなで書けるし、変換もしなくていいし、漢字に一番いいと思うんですけど、どうですか。おう、どうですかね。夜勤軍団いないです、いないです、すいません、ギフトを読ませていただきますね。ちょっと待って、どこまで読んだか忘れちゃったどこまで読んだっけ。第3の黒ハートって言いましたよね、ユナ。うちはもう鎖骨で作ってる人出てきそう。え、絶対作ってそう。刑事のさん絶対作りますよね、そんな自分で言って。あ、そんなこと言ってた、うちが作っちゃったみたいな言ってそう、言ってそう。顎関節症鎖骨組んだねえ、長いって絶対打てないもん、長すぎ。変換もあるしね、漢字ばっかで読めなかったですもうあの鎖骨軍団にしてる人はちょっとユナイの軍団にして入ってくださいね。言われたような気がします、言った気がします、私も言うのも言った気がします。鎖骨打ちは、誰か言いそうやな、誰か言いそうやな、誰か言いそうやな。目が痒くなってきた。あのユナドライアイで、あ、ちょっと、まあ、急に生写真の話になるんですけど、ドライ、ユナドライアイすぎて、本当にすっごくドライアイで、ドライアイで、なんかあの写真の時なんかパッ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 パってすぐ何回かポーズ決めて、なんか瞬きの暇がないんですよ。だから5枚に、この前の生写真の時は2ヶ月前とか1ヶ月前の時は3枚に1枚絶対に目、半目かつぶってるんですよ。で、今日は5枚に1枚でした。頑張りましたよね、本当に頑張って目をパチ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 って、だからすっごい薄めでこうやって頑張ったそう、本当に頑張ってドライアイすぎて、だからなんかスマホとかずっとこう見てたらなんか自然とじゃないか、充血してて真っ赤っか、なんかなんだっけあれ、ちょっと待って、なんだっけ、あ、そう、ゾンビのめっちゃ真っ赤な目みたいな感じですっごいことになってて、すっごい赤い。鎖骨アイドルバズるかな、あ、よかった、ユナの軍団だ、まだよしよしよし。マトンさんまだこんなこと言ってね、ユナイナ取り消しでドライアイ鎖骨軍団にしようと、とか言いながらまだユナの軍団って書いてるよ、マリアちゃん、ちゃんと見てますからね。うわーうわー、いじっちゃって、目薬欠かせない感じで、目薬つけれなくて、なんかすっごい、それもなんか長時間開けてらなくて、だからどっちにしても無理なんですよ。こうやって入れるときに目開けるじゃないですか、それが乾いて無理なんですよ。それで目乾いて無理で、充血アイドルやだやだやだ絶対やだ、充血アイドルとかすごくない、星のところもちゃんと予想して読めるんですよ。充アイドルって書いてあったから絶対充血だなと。ユナイナを感想から守りたい、守ってほしい。バンされる前に変えてくる、最悪やだ、もうやです、やです。ドライアイドルやだの、なんかやだの。ドライアイドル、あ、ドライアイドルってちょっとくっつけられてるんですけど、ドライアイドルかどうか、ドライアイドルって書いてある。真っ赤ないお花のユナユナさんはあと替え歌、ちょっとコメントで真っ赤な言うなって書いてあったから、すごくない、頭の回転すっごい速いと思う、自分でも。じゃあ渋みなファンの皆さん、配信終わったらちゃんと土下座してくるのでよろしくお願いします。許してください川島さんを。ただいま、おわしてるやん、ドライアイ鎖骨軍団、うわあ泣きそう真っ赤なユナイナ、ユナイナ天才でしょ、本当でしょ、でしょ、あの頭の回転がすっごく速い鎖骨と鎖骨は似てる、鎖骨習いましたよ社会で、結構前にちゃんと。そう、渋いのみなちゃんに配信で皆さん謝ってきてくれましたが、みんなに任せるって、ちゃんと謝りますから、みんなも。でもみなみなは
みなみのは、みなみのは多分あの本当に怒ってないと思うんで、あの人ノリが軽いから多分そういう感じですよね。え、これってリアルに怒ったら泣く。ちょっとみなみな泣き電話をしてくるわ。嘘ですからね、待って、これも冗談だよ。こういうこと言ったらみなみなが泣いちゃうから。みんな大好き、ごめんなさい。今日から LINE は通知オフにします。でもオンにしたらオンにしたでずっと LINE の通知がここにピコピコピコって現れてくるんですよ、ショールーム中でも。さっきなんか G メール、あのメンバーの HKT48 メール取ってるんですけど、それは通知のオフの仕方が分からなくて、それはずっと来てましたね。さっきハンちゃんメールとか来てた。だからさ、あの G メールの送り方分かる人教えてください。すっごくコメントが 上の一段、二段目くらいまで読めなくなっちゃって、あとで連絡待ってるって。うわうわ、あの人うちのこと好きすぎやんね。ゆうののこと好きすぎなんですよ。本当はこうやってショールームで言ったら言えないのが、めっちゃなんかみんなに LINE してきてくれるからって言って言ったんですよ。絶対ゆうののこと好きすぎやな。無理無理無理。そうだから絶対ゆうののこと好きすぎですよね、あの人。無理なんですけど。普通に iPhone やったら通知オフにしちゃう。どういうこと、通知オフって。あっ、痛い、開けすぎた。嵐のような渋井ちゃんの配信があった。どういうこと、嵐のようなって。おしゃべりマシンガンってことか。重いような、重いようなね。ちょっと返せないんだけど、うちのこと好きすぎなんですよ。もう重いような束縛されちゃってる。やっ、みんなにゆなゆなにメール、あの未読無視されてるから、なんちゃこちら、あ、しべちゃん来た、あ、待って、まず行きます。もうそろそろ配信終わりたいと思います。バンされないうちに。しべちゃん来てないですよね。え、おかしくないですよねみたいな。やばいやばい、ちょっと今のは内緒でお願いしますね。ちょっとあのみんなになんかちゃんとボイスメッセージ送ってあげるとかは内緒で、多分みんなこれは聞いてないと思うんで、はい。いや、みんな来てないです。来てない。いや、ユナイナのことが好きすぎだしね。束縛系彼女じゃん、束縛系彼女じゃん。ユナのこと好きすぎだろって、重いんだよ。来てるし、めっちゃ来てるし。めっちゃ来てるし、みんなめっちゃ来るやん、みんなめっちゃコメントしてくれるやん。しぶりちゃんこんばんは。あれ、しぶりちゃんの配信かなこれは。聞いてるし見られてる、終わったねもう。えみたいな、ハートでも作っとこう。こうやって画面越しにしといてくださいね、しぶりさん。みんなもしていいよ、特別にハート。しぶりちゃん配信終わってる、あ、もう終わったのか。そうじゃないとコメントできないですもんね。思わずしぶりちゃんのコメントスクショしちゃった。現実逃避とかのやつですかね。みなちゃんヤッホーサコト軍団だよとか言って、コシアンパンさん何も書いてないですよ、名前のところに。ユナの勝利。じゃあ渋井さんバーされてしまうので、私はもうそろそろお休みっていう、まだお子ちゃまだからもうそろそろお眠なんですよね。スクショタイム、はい。みなとみなとハート作ろうぜ、渋井ハート、いつでもできるように、どこでもできるように。イエーイ、あ、待って、こっち、あ、どっちもいいや、どっちもいいや。待って、鼻かゆい。めっちゃ鼻かゆい、ここ。なんかさ、サラの毛がついてるんですよね、絶対ここに。ハートとか、今度コラボやって、どうしよっかな。渋井さんがいいって言ったらやってあげてもいいんですけど、まあみなみながやっていいって言ったらやってあげてもなくはないかなっていう。お泊まりした時とか配信してあげますね。あ、待って、絶対8時になるやん。今何分、58分ですよね。危ない危ない。じゃあ59分までしちゃおう、バンされるギリギリのとこまで。問題児だよなってなるかもしれない。
みなよな、ゆなみな、どっちかな。みなよなの方がなんかしっくりくるくない？あれ、この前はどうなんだっけ。はっほ、はっ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 。コラボ配信見てみたい。でももう、あ、なんか2人ともなんかはっちゃけすぎて、なんかもううるさくなるかも。情報多すぎて。なんかだって6期生のさ、一番うるさいんですよ、みなが。あ、一番じゃないかも。ひなが一番明るいっていうか、うん。え、待って、59分。あ、待って、やばいやばい。聞きますね。ありがとうございました、皆さん。ありがとう。バイバイ。バンされたくないんです、今日こそは。バイバイ。バイバイ。